またたくさんお出ましだよ。それみ、楽しい展開になったではないか。あれはわしらを見送りに来た顔ではないぞ。悪かったよ。けどこうなったらブツブツ言っても始まらないだろ。突破して船に乗り込む。ギロ、遅れるなよ。わかっておる。主こそ泣いても知らんぞ。せいや、これでいい。大したことなかったね。時間の無駄だったな。刀に力を。よし、これでいい。いや、大したことなかったね。どいてくれ。あんたたちじゃ話にならない。ジャコモ。詐欺とか言ったな。この辛い重しが。タイにつけたけど、お前の血で洗い流す。やるな。まあいい、ここは引かせてもらうが、いずれ必ず決着をつけてやる。サギ、その名前覚えておくぞ。なんとか片付いたわね。あれだけの数を片付けちゃうとは、さすが私。あの、君、ミリアルデ。え？私の名前、ミリアルデ、ミリって呼んでいいわよ。でもそのミリ、君はどうして僕たちを。私、弱いものは放っておけないの。見るからに弱そうなあなたと、薄汚れた人形が帝国兵に囲まれてるんだもの。私としては放っておけないわよ。と、話はあと。あなたたち、あの船に乗るんでしょ？急がないとまた兵士が集まるし、船も出てしまう。さ、行きましょう。あの小娘、ついてくる気だぞ。命の恩人だし、口は悪いけど、根は悪い人じゃないよ。きっと。ねえ。そう思うよね。見ろ、ギロ。そうだって。そうか？
心の陰険さがこれ以上なく伝わってきたが。ちょっと聞こえてるわよ。無駄口叩いてないで早く来なさい。この小娘、本気でついてきよるぞ。発され行き、出航します。アルハイト様、シャナト様がお見えになりました。通せ。どこにいたのだ。作戦時は待機しているように伝えたはずだが。申し訳ございません。大陸浮遊システムの調整に手間取りまして。オーガンが殺された。は、帝国皇帝オーガンが死んだと言っている。では、あの少年が。違うな。作戦に当たった士官の報告では、皇帝はすでに殺されていたとなっている。それに例のリストも奪われたようだ。おそらく別な者の仕業だろう。しかし誰であれよろしいのでは。皇帝の死は悪くない話か。奴はまだ生かしておかなければならなかったのだ。作戦は完全に失敗だ。王冠を死なせ、少年を逃がし、リストも奪われた。追いますか。よい、手は打ってある。君にはあの状況で少年がなぜ逃げ出せたのか、その調査を頼む。
おそらくはネロ、彼の仕業だろうが。は、至急調べさせます。もう一つ、作戦中にあれが出た。あ、作戦に参加した兵は全てこちらのリストには載っていない者たちです。その通りだ。失われたリストに載るものだろうな。確保はできたのですか？バララという兵が確保したようだ。とにかくオーガンの死で作戦を早める必要が出てきた。ではディアデム、サダルスード、始めてよろしいでしょうか？アヌエヌエも同時に始めて構わん。急げよ。はっ。おいで。帰りますよ。精霊付きか。厄介なものに疲れたものだな。素敵。これが空を飛ぶって気分なのね。ほらほら、ミンタカの明かりがとっても綺麗。あなたたちも見てみたら？娘、なぜわしらについてくる？あ、ねえねえ、あれアザーの鉱山じゃない？すごい活気なのね。サギ、こやつを食っていいか？まあまあ。ねえミリー、僕たちこれからハッサレンのシェラタンに行くんだけど、君はどこへ行くの？私？あなたたちがシェラタンに行くならシェラタンなんじゃない？こら、小娘、なぜわしらについてくる？助けてあげたのに随分な言い草ね。まあいいわ。私ね、自分で言うのもあれなんだけど、帝国の大富豪の一人娘なの。まさに自分で言うのはあれだな。聞きたいんでしょ？ギロ、おしまいまで聞こう。わかっておる。ベーだ。でね、いわゆる箱入り娘なのよね、私って。あとはだいたいわかるでしょ。こういう場合、大抵家を抜け出すわけじゃない？私もそれに倣って家を飛び出して、そしたらあなたたちが面白いことになってるのに出くわして。私、外の世界が見たいの。ねえ、一緒に連れてってよ。いいでしょ？いかん。はい、決まり。これからよろしくね。あ、ほらほら、話してる間に着いたみたいよ。さあ、シェラタンに出発。なぜ許す、サギ？なんぞわしら。いいじゃないか。彼女、本当は一人で心細いんじゃない？心細い？わしらが手こずった相手をあっさり倒しておいて心細い？殺そうと思っても死なないタイプだぞ、あれは。ほら、助けてもらった恩もあるし、いつまでもうだうだ言うなよ。行こう、ギロ。
懐かしいな。この匂い、ずいぶん久しぶりみたいな気がするよ。わしはここは好かん。なんだか気持ちが悪くなる。気持ちのあるマキナウイルなんて聞いたことないわ。いや、ギロはマキナウイルじゃないんだ。そうなの？すっごく似ているけれど。まあね。そうだ、紹介がまだだったよね。今更だけど、僕はサギで、あっちがギロ。それともう一人、僕の心に住んでいるのが。心に住んでいる？そう、声は僕にしか聞こえないけど、間違いなくいるんだ、ここに。みんなは精霊って言ってる。精霊がつくのは珍しいことなんだって。精霊ね。ということは、サギは伝説の精霊付きってことね。信じてくれるんだ。ええ、なんだか信じられる。それに、あなた嘘をつくようには見えないし。それとも嘘なの？本当だよね。大丈夫、信用する。そうやって話すのね。よろしく。よろしくって言ってるよ。ありがとう。サギ、行くなら早く行くぞ。わしはとっととここを抜けたい。ああ、分かってる。あの、信じてくれてありがとう。え？それから、俺もまだだったよね。助けてくれてありがとう。ちょっと、改まって言われるとなんだか照れくさいじゃない。ううん、本当に助かったよ。ありがとう、ミリ。よし、それじゃあ出発だ。見たろ、ギロ。3人なら戦いの幅も広がるよ。それは認めるが、この小娘、とんだ箱入り娘だぞ。子供を取られたオタマクジラでも、あんなに暴れたりはせん。聞こえてるわよ。とにかく、これからは戦い方も考えていかなくちゃってこと。さあ、先を急ごう。
よっ。どうしたの？二人とも黙っちゃって。うん、ここはね、僕とギロが出会った場所なんだ。まだ僕がずっと幼かった頃、ここに埋まってたギロを見つけたんだよ。埋まってた？ますますもって不思議ね。そういえばギロはマキナウイルじゃないって言ってたけど。そう、マキナウイルは帝国の作った人型機械兵器。ギロみたいに話もしなければ自分で考えることもない。見た目はなぜかそっくりだけどね。ねえギロ、あなたなんでこんなところに埋まってたりしたの？好きで埋まっておったわけではない。それにわしも詐欺に会うまでのことは何も覚えておらん。だがな、ここに来るとなぜか嫌な気分になる。何か辛い気持ちになるのだ。それだけははっきりしておる。Thank you.
カシェラタン、のどかな村。それでここにどんな用事があるの？戻ってきたな、サギ。うん、みんな元気かな。そうだよね。よし、まずは母さんだ。母さんに会いに行こう。また泣かされたの？うん、ワッチョが僕の帽子を隠すんだ。あらら、ひどいワッチョね。でもね、チック、それくらいじゃ男の子は泣いたりしないものよ。ね、うん、ね、ジーナの翼見せて。そしたら僕元気になるよ。しょうのない子ね。いいわ、ご覧なさいな。翼だ。いつ見ても綺麗だね。よかった。それが本当なら嬉しいけど、どうかしら。本当だよ、もう泣かないったら。すごい、心の翼ってあんなにも美しいものなのね。中央の大陸にだってそうそういない。あんな綺麗な翼の人なんて。そうさ、あれは世界一の翼なんだ。他の誰だって叶わないよ。